クライエンゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ノルトハイム郡アインベック市に属す区。2013年1月1日に合併された、同志最大の区である。クライエンゼンは、南ニーダーザクセンのラインレベルクラント地方に位置し、ハルツ山地やゾリング山地の先山地方にあたる。この町は、北のヘレベルク山地、西南西の府、クライエンゼンの中核地区を、 ガンデ川が流れている。ガンデ川は、ライネ川に、クライエンゼンと、グレーネ地区近郊の川中島との間で北東から合流する支流である。1826年1月1日、クライエンゼンにあった郵便の宿駅が閉鎖された。この宿駅がいつ設立されたかは不明である。この町は、鉄道の分岐点として、特に重要な位置を占めている。 1860年代に建設された、東西方面のブラウンシュバイク南鉄道、バートハルツブルクホルツミンデンアルテンベー県線と、南北方面のハノーファー南鉄道フランクフルト、ミュンヘンハンブルク線とがクライエンゼンで交差した。クライエンゼンは、ブラウンシュバイク公国に属したが、その南北は、ハノーファー王国の領土だったのである。その後、これに、 鉄道オステローでクライエンゼン線が接続した。駅舎は1880年代に建設された。当在、南北のどちらの方角にも高速路線が建設され、ハノオーファーとカッセルで交差するようになったため、1990年代にクライエンゼンは、その重要性を喪失した。2013年1月1日、アインベックに合併した。グレーネ城アウエルタール橋を渡る。 インターシティの列車クライエンゼム駅は2001年から根本的に近代化され、ハンブルクからフランクフルトアムマイニエ、南北方向に走るインターシティの停車駅である。以下の路線の旅客列車は1時間ごとに発着する。また、ゼーゼン・ザルツギッターを経由して、ブラウンシュバイクへの列車が1日1往復ある。2009年12月の時刻改定以降、クライエンゼムを発着する。 インターシティ列車の数は大幅に減便された。多くのインターシティは、ハノーファー南線を経由するのではなくハノーファー、ビルツブルグ高速線を経由するようになった。わずかに3本のインターシティ列車がライネタールを経由し、以前の通りアルフェルト、ノルトハイム、クライエンゼンを通る。ありがとうございます。